青色は、非同盟諸国会議の参加国。淡い青色は、オブザーバー参加国非同盟運動とは、第二次世界大戦後の東西の冷戦期以降に、東西のいずれの陣営にも公式には加盟していない、諸国による国際組織である。1961年に設立され、2016年の時点で参加国は120、オブザーバー参加国は17。 オブザーバー参加組織は10。ほぼ3から5年間隔で開催されている、非同盟諸国首脳会議のほか、非同盟諸国外相会議、常設の非同盟諸国常任委員会などがある。ベオグラードでの第1回会議に出席した各国指導者、1961年、非同盟は、インド首相ジャワハルラールネリューによって、スリランカのコロンボでの演説において、1954年の 中華人民共和国の州恩来との会談で示された平和5原則の説明の際に用いられた。翌年1955年にはアジアアフリカ29カ国が集まって開催されたアジアアフリカ会議においては平和10原則に発展した。1961年の第1回会議でのベオグラード宣言では中華人民共和国の国連代表権支持や当時、 キューバ革命を起こしたフィデル・カストロ体制の尊重なども掲げられた。非同盟主義が賛同を集めた背景には、アメリカ合衆国とソビエト連邦の冷戦構造が、かつての植民地、反植民地であった地域における派遣構想を招き、インドシナ戦争、朝鮮戦争のような実際の軍事衝突を引き起こしていたことがある。その点で、この運動は、判定国主義、 反植民地主義としての性格も有していた。四半世紀過ぎた1986年第8回ハラレにおける首脳会議において、それらの運動の目標を軍事ブロックの拡大を防ぎ、諸民族の民族自決権を守り、国連その他の場で、陽動な国際協力と対話を促進することを通じて、新しい、公正で民主的な国際秩序の樹立することがその、 歴史的使命であると位置づけている。1960年にアフリカで17カ国の国家が独立したことで、国際社会におけるアジアアフリカの発言力は一層強化された。こうした中で、ユーゴスラビアのチトーらの主導によって、1961年9月にベオグラードで第1回非同盟諸国首脳会議が開催されることになった。当初の3カ国は25カ国であった。 2011年5月の外相会議には、フィジーとアゼルバイジャンが加入し、120カ国となった。非同盟運動に加わる国家は年々増加している。しかし、増加する国々の中には米ソ中と、軍事的につながりの強かった国があり、インパ戦争、イラン・イラク戦争、カンボジア・ベトナム戦争、アフガニスタン紛争などの代理戦争では、非同盟諸国が強調した姿勢を取れず、 非同盟の内実が問われることもあった。オブザーバー参加組織には、アフリカ連合、アラブ連盟、日本、アジア、アフリカ、ラテン、アメリカ連帯委員会などがある。アルゼンチン、ユーゴスラビア、原価名国。第1回、第9回首脳会議開催地。キプロス、原価名国、マルテ国、アルゼンチン、アルメニア、ウルグアイ、エルサルバドル、カザフスタン、キプロス、キルギス、コスタリカ、セルビア。 タジキスタンパラグアイブラジルボスニアヘルツェゴビナ北マケドニアメキシコ中国南スーダン機関アフリカ連合アジアアフリカ人民連帯機構アラブ連盟コモンウェルス事務局ホースト事案ナショナルインデペンデンスムーブメントカナック社会主義民族解放戦線イスラム協力機構サウスセンター国際連合世界平和評議会高級的に設定されているゲストは存在しない活動に対して 関心のある国、非政府組織と関連する NGO は、首脳会議と閣僚会議のゲストとして招待される。ありがとうございます。